わかる、話せる、日本語会話、発展文系125。101番。あまりこすらないでください。はあ。軽く押さえる感じで拭き取ってください。はい。あまりこすらないでください。はあ。軽く押さえる感じで拭き取ってください。はい。1。 どうわかったなかなか難しいですね。練習しているうちに漢字がつかめますから。はい、頑張ります。どうわかったなかなか難しいですね。練習しているうちに漢字がつかめますから。はい、頑張ります。2、なんか音楽でもかけようか。 うん、いいね。どういうのがいいなんか軽い感じの曲がいいな。なんか音楽でもかけようか。うん、いいね。どういうのがいいなんか軽い感じの曲がいいな。3. あの店、いつも暇そうだね。うん、いつつぶれてもおかしくない感じ。あの店、 いつも暇そうだね。うん。いつ潰れてもおかしくない感じ。4. 昨日の食事会、どんな感じだったああ、すごく盛り上がったよ。昨日の食事会、どんな感じだったああ、すごく盛り上がったよ。たたよ102番。来週のゼミの発表はどういう形で進めたらよろしいでしょうか まず、話題提供の発表を30分くらい。その後、意見交換にしようか。はい、わかりました。来週のゼミの発表はどういう形で進めたらよろしいでしょうか。まず、話題提供の発表を30分くらい。その後、意見交換にしようか。はい、わかりました。1>, 1。やっと勝てたね。 内容は良くなかったけど。うん。まあ、どんな形でも勝てて良かったよ。やっと勝てたね。内容は良くなかったけど。うん。まあ、どんな形でも勝てて良かったよ。二。会議はどんな感じでやる一人ずつ意見を言って、最後に部長にまとめてもらうって形でいいんじゃない そうだね。会議はどんな感じでやる一人ずつ意見を言って、最後に部長にまとめてもらうって形でいいんじゃないそうだね。三、当日はどんな感じになりますか元町駅の改札前に8時に集合して、そこからホテルのバスで移動します。遅れたらどうすればいいんですかその場合は、 自分でバスかタクシーで来てもらう形になります。当日はどんな感じになりますか元町駅の改札前に8時に集合してそこからホテルのバスで移動します。遅れたらどうすればいいんですかその場合は自分でバスかタクシーで来てもらう形になります。103番それ取ってくれる どれこれいや、その右にあるやつ。ああ、これね。それ取ってくれるどれこれいや、その右にあるやつ。ああ、これね。一。これなんかどううーん、なるべく薄くて軽いやつがいいな。 そういうの高いんだよね。これなんかどううーん。なるべく薄くて軽いやつがいいな。そういうの高いんだよね。2>, 2、昨日言ってたのってこのサイトいや、私が見たやつとちょっと違うな。そうか。ネットは似てるのが多いからね。 昨日言ってたのって、このサイトいや、私が見たやつとちょっと違うな。そうか。ネットは似てるのが多いからね。3。3> 青木さんをよく知ってるんですね。ええ。彼は大学の時の友達なんです。面白いやつですよ。青木さんをよく知ってるんですね。ええ。 彼は大学の時の友達なんです。面白いやつですよ。4。石原さんも呼ぶ石原あんなやつ呼ばなくていいよ、うるさいだけだから。石原さんも呼ぶ石原あんなやつ呼ばなくていいよ、うるさいだけだから。104番。課長って急に怒り出すからな。 そうそう、わけわかんない。困っちゃうよね。課長って急に怒り出すからな。そうそう、わけわかんない。困っちゃうよね。一。遅刻は多いし、宿題は出さない。授業中は寝てばかり。すみません。どういうわけなのか、ちゃんと説明しなさい。 遅刻は多いし、宿題は出さない。授業中は寝てばかり。すみません。どういうわけなのか、ちゃんと説明しなさい。二、山下さん、この頃元気ないよね。表情も暗いしね。何かわけでもあるのかな山下さん、この頃元気ないよね。表情も暗いしね。 何かわけでもあるのかな ?3。あれなんでこんな時間に子供たちが公園で遊んでるの今日は学校休みですって。ああ、そういうわけか。あれなんでこんな時間に子供たちが公園で遊んでるの今日は学校休みですって。ああ、そういうわけか。105番。 先輩、私が今書いているレポートをちょっと見てもらえませんかああ、いいよ。うん、なかなかいい線いってると思う。本当ですかありがとうございます。先輩、私が今書いているレポートをちょっと見てもらえませんかああ、いいよ。うん、なかなかいい線いってると思う。本当ですかありがとうございます。 1, 1じゃあ地方の都市部を中心に販売を強化していきます。ええ、その線で進めてください。わかりました。じゃあ地方の都市部を中心に販売を強化していきます。ええ、その線で進めてください。わかりました。2, 2もう少し安くできないいやー、これがギリギリの線でして。 そんなことないでしょうもう少し安くできないいやー、これがギリギリの線でして。そんなことないでしょう 3. 誰が新しい代表になったの山下さんだって。なるほど。まあ、妥当な線だね。誰が新しい代表になったの山下さんだって。なるほど。 まあ、妥当な線だね。106番。お休みのところをごめんなさい。あい,いえ、何かありましたか富士工業のファイルが見つからなくて。お休みのところをごめんなさい。あい,いえ、何かありましたか富士工業のファイルが見つからなくて。1>, 1。 いつもなら20分で行けるところを1時間もかかったよ。渋滞うん。事故があったみたい。いつもなら20分で行けるところを1時間もかかったよ。渋滞うん。事故があったみたい。二、鈴木さんのお祝いの会なんだけど。ああ、ちょうど私も考えてたとこ。鈴木さんのお祝いの会なんだけど。ああ、 ちょうど私も考えてたとこ。3。このチラシ見て、今なら10万円のところを7万円だって。へえ、お得だね。このチラシ見て、今なら10万円のところを7万円だって。へえ、お得だね。4。本当なら私がやるべきところをすみません。いいですよ。 気にしないでください。今度何かお礼しますね。本当なら私がやるべきところをすみません。いいですよ。気にしないでください。今度何かお礼しますね。107番。じゃ何全部私のせいだって言うのそういうつもりで言ったんじゃないよ。じゃ何 全部私のせいだって言うのそういうつもりで言ったんじゃないよ。1今日のテスト全然ダメだった。私も結構勉強したつもりだったのにな。今日のテスト全然ダメだった。私も結構勉強したつもりだったのにな。2 田中さんと仲直りはしたのうん,うん、まだ。でも私から謝るつもりはないから。しょうがないな田中さんと仲直りはしたのうん,うん、まだ。でも私から謝るつもりはないから。しょうがないな八番久しぶり。最近どう調子は。 まあまあかな。仕事が少し大変だけど。久しぶり。最近どう調子は。まあまあかな。仕事が少し大変だけど。1。昨日は大変だったよ。電車のトラブルでしょそう。2時間も電車が止まっちゃって。昨日は大変だったよ。電車のトラブルでしょそう。 2時間も電車が止まっちゃって。2、書類もう送ったまだ。でも5時までに送ればいいから。何言ってるの毎日送れたら大変だよ。書類もう送ったまだ。でも5時までに送ればいいから。何言ってるの毎日送れたら大変だよ。109番。 今週の日曜、サッカーを見に行きませんか日曜はちょっと、約束があって。そうですか。じゃあまた今度。すみません。今週の日曜、サッカーを見に行きませんか日曜はちょっと、約束があって。そうですか。じゃあまた今度。すみません。1>, 1、ワンさん ここは刺身が美味しいんですよ。ああ、刺身はちょっと食べられないんです。そうですか。とんかつはどうですかとんかつは大好きです。ワンさん、ここは刺身が美味しいんですよ。ああ、刺身はちょっと食べられないんです。そうですか。とんかつはどうですかとんかつは大好きです。 2<に>。あの、明日休ませてもらいたいんですが。ええ、それはちょっと困るよ。誰かに代わってもらうよう頼みますので。しょうがないなあ,あの、明日休ませてもらいたいんですが。ええ、それはちょっと困るよ。誰かに代わってもらうよう頼みますので。 しょうがないな3ああ。あ<ー>どうしたのため息なんかついて。ちょっと面倒な仕事の担当になっちゃって、しばらく忙しくなりそう。そうなんだ。ああ<ー>。どうしたのため息なんかついて。ちょっと面倒な仕事の担当になっちゃって、 しばらく忙しくなりそう。そうなんだ。110番。田中さんが辞めるなんて寂しくなりますね。部長には色い々ろいろとお世話になりました。またいつでも遊びに来てください。ありがとうございます。田中さんが辞めるなんて寂しくなりますね。部長には色い々ろいろとお世話になりました。 またいつでも遊びに来てください。ありがとうございます。一、意外と賛成の人もいるんだね。それはそうだよ。人によって見方はいろいろだからね。意外と賛成の人もいるんだね。それはそうだよ。人によって見方はいろいろだからね。二、いろいろ大変でしたけど、 無事終わってよかったですね。ええ、本当に。いろいろ大変でしたけど、無事終わってよかったですね。ええ、本当に。3、遅いなぁ、10分も遅刻だよ。ごめん、ちょっといろいろあって。遅いなぁ、10分も遅刻だよ。ごめん、ちょっといろいろあって。 111番。田中さん、さっき部長が探してたよ。あ、そう、なんだろう。田中さん、さっき部長が探してたよ。あ、そう、なんだろう。1>, 1。さっきの話なんだけど、他に誰が知ってるのあとは原さんだけ。さっきの話なんだけど、 他に誰が知ってるのあとは原さんだけ。2, 2> 今日お昼はさっき外に出たついでにパンを買ってきた。そっか。じゃあ私も買ってこよう。今日お昼はさっき外に出たついでにパンを買ってきた。そっか。じゃあ私も買ってこよう。112番あの人は知ってる人うん。 前に一度会ったことがある。あの人は知ってる人うん。前に一度会ったことがある。1。前にちょっとお話しした企画の件ですが。ああ、あれ。どうなりました一つ問題がありまして。前にちょっとお話しした企画の件ですが。ああ、あれ。どうなりました 一つ問題がありまして。2、この店、前に来たことあるのうん、去年の秋に一回。なかなかいいね。気に入ったよ。この店、前に来たことあるのうん、去年の秋に一回。なかなかいいね。気に入ったよ。113番。あれ、この道で会ってますか だんだん道が狭くなってきたなあどうも道に迷ったみたいですね。そんな感じだね。引き返そう。あれこの道で合ってますかだんだん道が狭くなってきたなあどうも道に迷ったみたいですね。そんな感じだね。引き返そう。1どうしたの ここの意味がどうもわからなくて。ほんとだ、なんか変な文章。どうしたのここの意味がどうもわからなくて。ほんとだ、なんか変な文章。に、最近どうもよく眠れなくて。この時期は湿気が多いからね。 シーツとか変えてみたらそうだね。最近、どうもよく眠れなくて。この時期は湿気が多いからね。シーツとか変えてみたらそうだね。三。山本さんは原さんと何度か話したことありますかええ、たまにだけど。私、どうも苦手で。 ちょっと癖はあるけど、悪い人じゃないですよ。山本さんは原さんと何度か話したことありますかええ、たまにだけど。私、どうも苦手で。ちょっと癖はあるけど、悪い人じゃないですよ。114番。今晩、一緒に夕飯食べないごめん、今日はダメなんだ。用事があって。 今晩一緒に夕飯食べないごめん、今日はダメなんだ、用事があって。1>, 1、最近寝るのが遅くなっちゃって朝きついんです。早く寝なきゃダメだよ。最近寝るのが遅くなっちゃって朝きついんです。早く寝なきゃダメだよ。2、2> 部長全然わかってくれない。 部長にいくら言ってもダメだよ。人の意見なんか聞かないから。やっぱりそうか。部長、全然わかってくれない。部長にいくら言ってもダメだよ。人の意見なんか聞かないから。やっぱりそうか。三。<3 S 2> あれ、食べないの実は、卵がダメなんです。アレルギーで。そうなんだ。じゃあ、しょうがないね。 あれ、食べないの実は、卵がダメなんです。アレルギーで。そうなんだ。じゃあ、しょうがないね。4. セーターを普通の洗剤で洗濯したら小さくなっちゃって。ああ、もうダメかも。セーターを普通の洗剤で洗濯したら小さくなっちゃって。あーーてあ、 もうダメかも。4. お腹いっぱいになったね。うん、もうダメ。これ以上入らない。お腹いっぱいになったね。うん、もうダメ。これ以上入らない。115番。あの二人、いつも人の悪口ばっかり言ってる。うん、ああいうの嫌だよね。 あの二人、いつも人の悪口ばっかり言ってる。うん。ああいうの嫌だよね。一。どうしたのため息なんかついて。毎日叱られてばかりで、ほんと嫌になる。ああ、店長ね。最悪。どうしたのため息なんかついて。毎日叱られてばかりで、ほんと嫌になる。 ああ、店長ね。最悪。二。あ、また雨が降ってきた。なんか嫌な天気。あ、また雨が降ってきた。なんか嫌な天気。三。飲み会に誘われたけど、あんまり行きたくないんだよね。嫌なら行かなきゃいいよ。 飲み会に誘われたけど、あんまり行きたくないんだよね。嫌なら行かなきゃいいよ。4代表してスピーチをお願いしたいんだけど。ええー、嫌だよ。代表してスピーチをお願いしたいんだけど。ええー、嫌だよ。116番メール見たら返事してよ。 自分だってしないことが多いじゃない。メール見たら返事してよ。自分だってしないことが多いじゃない。一、最近、親に戻ってきてほしいってよく言われるんだ。そうなんだ。で、自分はどうなの迷うよ。半々ってとこ。最近、 親に戻ってきてほしいってよく言われるんだ。そうなんだ。で自分はどうなの迷うよ。半々ってとこ。二。たまには明るい色の服も着てみたらでも、どんなのが自分に合うのかよくわからなくて。たまには明るい色の服も着てみたらでも、 どんなのが自分に合うのかよくわからなくて。3. これはどこかに頼んで作ってもらったんですかいえ、自分たちで作ったんです。これはどこかに頼んで作ってもらったんですかい,いえ、自分たちで作ったんです。4. 貴重品はご自分で管理なさってください。わかりました。 貴重品はご自分で管理なさってください。わかりました。117番。えー、っと、どれを運べばいいですかじゃあそのテーブルをお願いします。えーっと、どれを運べばいいですかじゃあそのテーブルをお願いします。1>, 1。ちょっと郵便局に行ってきます。あ、待って。 これも一緒にお願いしていいちょっと郵便局に行ってきます。あ、待って。これも一緒にお願いしていい 2>, ?2。先日お願いした件はどうなりましたかすみません。もう少しで終わりますので。先日お願いした件はどうなりましたかすみません。もう少しで終わりますので。118番。 困ったなあ。誰か手伝ってくれないかなあ森さんに頼んでみたら困ったなあ。誰か手伝ってくれないかなあ森さんに頼んでみたら 1. 1明日のシフト変わってくれないえー、明日はゆっくりしたかったのに。頼むよ。彼女が誕生日なんだよ。 明日のシフト変わってくれないええー、明日はゆっくりしたかったのに。頼むよ。彼女が誕生日なんだよ。2。じゃあ、先に帰るけど、あとはよろしく頼むね。わかりました。じゃあ、先に帰るけど、あとはよろしく頼むね。わかりました。119番。すみません。 ちょっと前を通していただけますかあ、すみません。すみません。ちょっと前を通していただけますかあ、すみません。一、すみません。時間を勘違いしてました。これから来られますかはい、すぐ行きます。本当に申し訳ありません。すみません。時間を勘違いしてました。 これから来られますかはい、すぐ行きます。本当に申し訳ありません。2, 2> 昨日借りた傘持ってくるの忘れちゃった。ごめん。いいよ、急がないから。昨日借りた傘持ってくるの忘れちゃった。ごめん。いいよ、急がないから。3すみません。2時からここで会議をしたいんですが。 そうですか。じゃあ、どきますね。申し訳ないです。すみません。2時からここで会議をしたいんですが。そうですか。じゃあ、どきますね。申し訳ないです。4時間があったらちょっと手伝ってほしいんですが。ああ、いいですよ。すみません。時間があったらちょっと手伝ってほしいんですが。ああ いいですよ。すみません。120番。原さん、さっきから何起こってるんですか部長に資料を最初から作り直すよう言われたみたい。そうなんだ。原さん、さっきから何起こってるんですか部長に資料を最初から作り直すよう言われたみたい。そうなんだ。1。 さっきから何よえ人の話全然聞いてないじゃないごめん、ちょっと仕事のトラブルがあって。さっきから何よえ人の話全然聞いてないじゃないごめん、ちょっと仕事のトラブルがあって。二。あの二人結婚したの何知らなかったの 今聞いたところびっくりしたよ。あの二人結婚したの何知らなかったの今聞いたところびっくりしたよ。もう何やってんのバス来ちゃうよ。ごめんごめん。もう何やってんのバス来ちゃうよ。ごめんごめん。4 何緊張してるの本当に歌は下手なんです。大丈夫よ、誰も聞いてないから。何緊張してるの本当に歌は下手なんです。大丈夫よ、誰も聞いてないから。121番。聞いてください初めて宝くじが当たったんですええー、いくら当たったの ?1 万円 なんだ、もっと大きい額かと思った。聞いてください初めて宝くじが当たったんですええー、いくら当たったの一万円なんだ、もっと大きい額かと思った。一。どうして彼女と喧嘩したのお昼をどこで食べるかで意見が分かれて。なんだ、そんなこと。 どうして彼女と喧嘩したのお昼をどこで食べるかで意見が分かれて。なんだ、そんなこと。122番昨日はなんで練習来なかったのうっかり曜日間違えちゃって。何それしっかりして昨日はなんで練習来なかったのうっかり曜日間違えちゃって。 何それしっかりして一、私はデザートはいいや。え、なんでちょっと痩せようと思って。私はデザートはいいや。え、なんでちょっと痩せようと思って。二、今月はちょっとお金がピンチで。なんでですか先月、パソコンを買い替えたんです。 今月はちょっとお金がピンチで。なんでですか先月、パソコンを買い替えたんです。123番。バイク買ったのよくそんなお金あったね。それが、なんと10万円なんです。友達の紹介の店で。バイク買ったのよくそんなお金あったね。それが、なんと10万円なんです。 友達の紹介の店で。1、原さんと田中さん、なんと、結婚するそうです。ええー、あの二人が、意外ですね。原さんと田中さん、なんと、結婚するそうです。ええー、あの二人が、意外ですね。二今朝新聞を見たら、なんと、 昔の友達が出ててびっくりした。へえ、面白い。今朝新聞を見たら、なんと、昔の友達が出ててびっくりした。へえ、面白い。124番、女性に向かってなんてひどいことを言うんだろうね。ほんと、信じられない。 女性に向かってなんてひどいことを言うんだろうね。ほんと、信じられない。1, 1>, こ<う> 1> い。この猫を田中さんちのそ。う。なんてかわいいのこの猫を田中さんちのそ。う。なんてかわいいの ?2。今週末、台風が来るみたいね。なんてことだよ。 キャンプに行く予定なのに。今週末、台風が来るみたいね。なんてことだよ。キャンプに行く予定なのに。三。その書類は去年の暮れに処分しましたが。なんてことをしてくれたんだよ。あれしか資料がないのに。その書類は 去年の暮れに処分しましたが。なんてことをしてくれたんだよ。あれしか資料がないのに。125番。あと5000円か。帰るまで持つかな。なんとかなるよ。余計なものを買わなければ。あと5000円か。帰るまで持つかな。 なんとかなるよ。余計なものを買わなければ。1。1> そのシャツもだいぶ色が落ちたね。うん。でも、なんとか着られるよ。そのシャツもだいぶ色が落ちたね。うん。でも、なんとか着られるよ。2。ビルさん、これ明日の3時までに翻訳できないうーん。 頑張ればどうにかできるかな。ビルさん、これ明日の3時までに翻訳できないうーん。頑張ればどうにかできるかな。3。もう黙ってないで何とか言ったらごめん、本当に悪かった。もう黙ってないで何とか言ったらごめん、本当に悪かった。 ねえ、ちょっとお金貸してくれないまたそんなに貸せないよ。そこをなんとか。だめだめ。ねえ、ちょっとお金貸してくれないまたそんなに貸せないよ。そこをなんとか。だめだめ。